まあ、その中でもこうちょっとそのなんていうかな、別冊みたいな感じでこういうキャリフォルニアチョッパーズっていうね、そのキャリフォルニアのそのこういうアイデアとか、まあ、フレームの構造とかね、こういうのを作った、別冊もあって、その中の極めつけの別冊がこのチョッパーマガジンの別冊で、これが、デザイン&ビルド、シシバ、そう、シシバをデザインしてビルドするというかなり、面白い、イシューなんで、まあ、中をちょっとお見せしましょうか。まず、まあ、これで、まあ、CC バーの方紹介とか、まあ、これのポピュラーなこういう、これも本当にハンドメイドですよね。これを今この長さとで、ここをこういうふうにやるというのをここに説明して、もうこれこうやって作っていく段階で、まあ、テンプレット作ってこういうふうに作っていくわけですね。でこう火でこれトーチで今炙って、まあ、エーテル材中なんですけども、これに絵がこう描かれて、このテンプレットして、でそこに、鉄のこの棒を当てて角度を決めて、それでどんどんそこでこうやってそれなりにこう手曲げをしていくという、まあね、本当にシンプルで、こうやってみんな鉄をこれ曲げて今こう仕上がった今状態ですよね。でこうほら、ここにこの板にこう書いて、でそれなりにこうやって曲げていくわけですよね。こう曲げてこういってっていう。あとこっちは下のマウントですね、あのフレーム側にマウントするマウントのところのとか、まあかなり雑に大雑把に作ってるんですけども、まあ当時はやっぱこんなもんで、で綺麗にあとは四つ打ちでサンディングしてメッキすれば綺麗になるんで、あまりそのなんていうかな、途中今の人はね途中すごい綺麗に作るんですけども、昔の人は結構雑に作ったりして、でも最後の仕上げだけは綺麗にするという力ですね。いろいろとこれがまあ大体、まあ、形とかね、あれを説明してますけどもね。でこれがそのオーナメントじゃないですけども、シーシバの先っぽにつけるような、まあそれがいろいろと出てますね。かっこいいですよねこういうのもね。まあ、イニシャルをこうつける人もいますし、スペードとかトランプのね、そういうあれを形をつける人もいますし、もちろん十字架つける人もたくさんいますし、まあいろいろね、形屋さんはこれはかなりユニークな形ですけどもね。これもユニークですね、この後ろに曲がって。この上にポイントを置かずにこの辺にポイントを置くとかね、まあいろいろとね、デザインはもう人それぞれね、好きな場所に好きなものを置くっていう感じで、まあこれが一応まあサンプルでいろいろこんな感じでということで、まあ、エデロスがデザインしてるその絵柄ですね。かなり面白いですね。
まあ、好き嫌いあるんですけどもね。まあそういういろんな凝ってこう遊べるのが CC バーですね。だから皆さん本当に今ビルとする人でもいろいろね、こういう剣をつける人もたくさんいますし、いろんなことできますからね、結構楽しめるんじゃないですかね。でその取り外しも簡単でね、その飽きれば違うものをつけるっていうことも簡単ですから、結構これはなんか何種類持ってて遊べるんじゃないですかね。すごくいいと思います。皆さんもね、こういうちょっと自分でデザインしてね、そんなに曲げるのは大変じゃないですから、トーチがあれば、まあ、結構簡単に曲がりますからね。結構皆さんやってみれば結構面白いかもしれないですね。ということで